サンバルトロ中心部の移行配置図サンバルトロ、ピントゥラスカソー1号神殿聖壁に描かれた、図像後のペニスを貫通させて、放血儀礼を行う人物。漁師の姿をした、王、または、フンあフプを描いているとされる。この人物の南側と北側には、会長の止まった、生命樹が描かれ、すぐ北隣には七面鳥の蜘物が描かれている。サンバルトロは、 グアテマラ北部のペテンテイチ北部に立地するサキコテン気候期に属するマヤ文明の採取センターであるティカルの北東およそ80キロメートルほどの場所に位置するラスピントラスカスオー1号神殿のサキコテン気候期の素晴らしい壁画によってその名を知られるようになったピーボディ考古学民族学博物館のウィリアム・サターノの指揮する調査隊によって2001年に ピラミッドの基礎部分の建物が調査されて紹介された。2003年3月に発掘調査が再開され、壁画は放射性炭素年代測定によって、紀元前100年のもので、マヤ文明の壁画としては現時点で最古のものであることが判明している。壁画の記録撮影は、壁面を直接スキャンする一方、剥げ落ちた破片についても撮影し、 パソコン上で画像をつなげていく手法が用いられた。2003年に北壁の壁画の調査及び記録、2004年に西壁の壁画の調査及び記録が行われ、西壁は最初の生命樹の部分で42枚の画像、全体で350枚の画像がつなぎ合わされて、全貌が明らかとなった。ヘーザー・ハーストによって詳細にスケッチされ、見事な復元図が作成されている。 サンバルトロは2002年に行われた倒査で中心部には100基以上の建造物がベンタナスとピンプラスと呼ばれる大きく2つのグループを形成しながら1平方キロ以上にわたって広がっていることが明らかになった。ラスベンタナスの北東隣に500基の建物を伴う幅リ複合がある。一方でサンバルトロの居住区はラスベンタナスを中心にしつつも うっに湿地となる場所ギリギリまで散在的に分布していることも明らかになった。2004年にヨシュアクオーカの担当した調査によってラスベンタナス神殿の北方150メートルの位置にある構築物86号の近くで石器を加工した後に生じる白片が集中的に廃棄されている場所があることが分かり石器工房があったことが確認された。ババリグループは ラスベンタナス神殿の西方470メートルに位置し2003年に NASA の衛星写真によって3つ組の建築グループとして存在していることが確認された。ハバリグループのピラミッドは東側に階段を持ち、基段の髪型には中庭を囲んだ3つの建物が築かれていた。これら3つの建物のうち最大なものは西側に位置する構築物 A であって、 東西方向に主軸を持ち、中央のみならず、側面にも階段が設けられていた。本来先古天気の建物であるが古天気にも何度か改造が行われている。ハバリグループの建造物の中庭には、儀礼に用いられたと推察される中央をへこませた位置、タイの漆喰壁によって作られた、埋納遺構が確認された。ベンタナスは、 グループの北側にある高さ26メートルほどの神殿、ラスベンタナスの頂点部分の構造が複数の窓状の構造を成していることから名付けられた。ラスベンタナス主神殿の南側には中央プラザがあり、向かって右手に球技場、左手にティグリー城、宮殿複合という建造物群がある。中央プラザには数多くの石碑や石彫りが建てられている。 南へ向かって、日下げ道が伸びている。ラスベンタナス神殿の基壇を発掘したところ、紀元前800年頃に最初の建物が建てられてから、少なくとも発想を覆いかぶせるようにして神殿が建てられた。そのように覆いかぶせるようにして作られた神殿の基壇のうち、一層はフリントの塊ばかりが充填されて作られていた。ベンタナスグループには、 この都市の住民の居住区に使われた建物群が中央プラザと日下げ道に沿って集中していた。ラスベンタナス神殿は多孔室の石材を用い、表面を分厚い漆喰で覆っている。二番目に新しい時期の建物にはすでに壊されてはいたもののスタッコ人灯が神殿の基段壁面にあることが確認され、ワッシャクトゥンの犬培仮想神殿などに似た。 先古天気候気独特の構造であることが伺われた。洞窟港が東西方向、南北方向に開けられていたことを利用して、重点物を取り除くと断面から、建物が少なくともに時期にわたって築かれたことを確認することができた。ラス・ベンタナスの基段の四隅部分は、隅石が置かれていた。ラス・ベンタナス神殿にはタイになる階段があり、サターノラは、 神殿の両脇の階段が検出されているのであって、未検出の正面の階段が存在すると考える。ティグリージョ、宮殿複合、編集ティグリージョ、宮殿複合は、中央プラザの西側、ラスベンタナス神殿の南西に位置する。多くの部屋を持つ、長方形の建物が平行に並んだ構造が、特徴で、高さは8メートル以上に及ぶ。 ベンタナスグループ全体の中央プラザに対し、独自の中庭である情報プラザを持つ。表面採集された異物から、建物の年代は1古天気に属することが分かっている。2004年にアストリッド・ランガルデイアが、宿軸港で神殿の主となる階段の存在を検出したことで、建物の主軸方位が東西方向であることが確定した。並行して建てられているティグリージョ。 宮殿複合の階段の上の部分は構造的にお互いの建物の正面中央でつながる構造になっており建物は3時期にわたって使用された。ティグリージョ、宮殿複合の中庭である情報プラザと中央プラザはそれぞれの建物にある二つの出入り口とそれをつなぐ通路によって繋がっていて情報プラザと中央プラザの間の眺望を見渡すことができるように なっていた。ティグリージョ、宮殿複合が放棄された後に、中央プラザ寄りの東側正面に埋葬が作られた。被葬者は、宮殿複合で入り口の通路に対して垂直になるよう、南北方向に、うつ伏せの新天送で確認された。頭は北側に向けた若い男性と思われ、32個の貝でできたネックレスをつけ、右肩と左側の桃の近くに、 それぞれ一点ずつひっくり返った状態の土器が確認された。ピントラスグループはラスベンタナスから500メートルほど東側に位置し、地表から高さ25メートル以上に達するラスピントラスと名付けられた神殿の周りを囲んでいる建築グループである。グループの名称の由来は神殿の基段部分から紀元前100年頃の仮想1号神殿の壁画が発見されたことに由来する。 この神殿は、紀元前600年頃に初めて建てられて、以来、6期にわたって、元の神殿を被せるように建て替えが行われた。最も新しい建物は、紀元前50年から紀元1世紀頃であるがそれ、発掘調査にあたって、たまたま確認された洞窟者のトンネルを遺跡を、なるべく破壊しないように利用し、土や瓦礫などの重点物を取り除いて、 断面を精査することによって確認された。ラスピントラスでは、壁画で知られる仮想1号神殿の部屋1よりも古い、仮想5号神殿で、2005年に、中央の部屋の出入り口の脇柱部分で、トウモロコシ神の姿をはじめとして、国際式に図書くされた壁画が発見された。また、仮想5号の建物の一部を成していたと考えられる、塗色された石垣には、古い形の前文字が、 描かれていた。仮想五号神殿は、底部は28メートル12メートル、高さ約4メートル、3つの石造りの部屋を持つ。壁画については、研究者の間では、その類似性から、後の仮想一号神殿部屋一号と同じように、神話的場面の主人公としてトウモロコシ神が描かれていると考えている。仮想五号神殿のマヤ文字の年代と内容。 編集仮想語号神殿に伴うと見られる文字は十文字分が確認され白い漆喰の上に黒く太い線で描かれていた行を区分するために描かれたかすかにピンク色を呈するオレンジ色の線を伴っていた本来はもっと長い文章であったものが上の部分が失われ最後の十文字が残ったと考えられている仮想語号神殿の壁画及び文字の 描かれた年代を調べるために、仮想4号、仮想5号、仮想6号の3時期の建造物の層に埋め込まれた5つの炭化物について AMS 法による放射性炭素年代測定が行われた。仮想6号の床面から確認された仮想6号を追って仮想5号が建設された時期のサンプルは2260プラスマイナス 40BP で紀元前400年から 紀元前200年頃、仮想5号床面のサンプルは2200プラスマイナス 40BP で、紀元前390年から紀元前80年頃、仮想5号の図書くされた部屋が壊されて、仮想4号の基段がその上に作られた時期に関連すると思われる3つのサンプルは、それぞれ2260プラスマイナス 40BP、2180プラスマイナス 40BP、 二千百五十プラスマイナス四十 b p であった。この分析結果と合わせて、ラスピンプラスの最後の二時期の年代測定結果を付き合わせて、仮想五号の壁画と石暮れ2文字が描かれた年代は、紀元前三百から紀元前二百年の間であろうと推測された。サンバルトロ仮想一号部屋一号の壁画に伴う、マヤ文字は、紀元二百五十年から三百年頃の、 古典記段階よりも古い文字であることから、部分的にしか解読できておらず、仮想5号の文字は、さらに古く、古い形も含んでいる。マヤ文字というより先古天気後期から、古天気前期の近隣の諸民族、例えばラモハーラ1号石碑やトウシトラの肖像などに、見られるオルメカ終末期、いわゆるエピオルメカの文字に似ているが、研究者の意見としては、 マヤ文字の素形であろうとする点については、大方の賛同を得ている。また、サンバルトロカソー5号神殿の文字の年代は、グアテマラのエルポルトゥンの記念碑に刻まれた文字の年代について、直接その記念碑自体を測定したわけではないが、記念碑を含む地層、遺構等から検出された炭化物を放射性炭素年代測定したところ、 紀元前2世紀から同3世紀という年代が得られており、その年代の裏付けるものとなった。仮想古行神殿イシクレの文字列のうち、上から7番目の PA7 と呼ばれる文字が、エイジュウの古い形であることがわかっている。壁画の説明として、歴史的ないし神話的な人物に言及することによって、大なり、 基人なりの広い概念が作られ、階層社会が形成されていったことを示している。また、上から2番目の PA2 については、手で何かを握っているような形をしており、放血儀礼用に用いた、一粒を握っている形を文字にしたと考える。研究者もいる。ピントラス仮想1号神殿も式季図山、バルトロの壁画はペテン北東部における先古天気マヤの宇宙間と、 初期マヤ生態としてのマヤの王国の確立と維持に、とってそういった宇宙観がいかに重要であったか論じる上で興味、深い材料を提供している。ウィリアム・サターヌとデイビッド・スチュアート、カール・タウベは、ピントラス・仮想一1号神殿の北壁と西壁の壁画について、ユカテカ人に伝わる宇宙観だけでなく、マヤ神話のポポルブフを想起させる。 創世神話の要素が見られることを論じている。北壁の壁画は二つの場面で構成される。はじめの場面は、いわゆる伝説上の花の山の正面の場面である。巨大な蛇の上を歩いたり、ひざまずいたりしている複数の人物が描かれている。マヤのトウモロコシの神が複数の男女の中央に描かれ、カラバシュという鶴のある氷炭の一種の好みを受け取っている。 もう一つの場面は、カラバッシュの木の周りに、まだへその緒がついている4人の赤ん坊が描かれている。カラバッシュの実は取り分けられて、カラバッシュの実からは清掃した5人の男が、現れている。ピントラス仮想1号部屋1西壁南部分の壁画、ピントラス仮想1号部屋1西壁中央部分の壁画、ピントラス仮想1号部屋1西壁北側部分の壁画西壁の壁画は、 南側から腰から上は失われているが、図像1とされた人物、魚の供物と生命樹、図像3とされた人物、仰向けにされ、腹部を裂かれた鹿の供物と生命樹、図像5とされた人物、七面鳥の供物、生命樹、図像7とされた人物、方向を放つ花のようなものと、日本網のバキラのような木が描かれている。 さらに北側には壁画の下半分から欠損しているものの、トウモロコシ紙と5番目の生命樹が描かれているのが確認できる。図像1とされた人物、図像3とされた人物、図像5とされた人物、図像7とされた人物はそれぞれ羽のついた鋭い枝のような槍のようなもので、ペニスを貫通させて穴を開けて血を流している。これは、 現古天気段階のナフトゥイニチ洞窟の壁画をはじめ、古天気マヤでもしばしば見られるもので、神に血を捧げる、放血儀礼を描いているものである。サターノラは、古古天気後期のフェイヒーアボリーメイヤー英文書に、放血儀礼を象徴的に描いた、バラバラになったテスカドリポカの血の流れた体が、 宇宙の四方から召喚されている様子が四本の生命樹と絡めて描かれている場面からサンバルトロに描かれた生命樹は東西南北の方位を示す世界の四隅の木であり、四方へ向かって血を捧げる行為であるとしている。また、こういった五本の生命樹はボル、ギアエ文書にも描かれ、方位を表す木についての記述がチュマイエルのチラムバラムの書にも見られることからも裏付けられる。 サターノラは、西壁南側に描かれた4人の男性たちは、ポポルブフで、フンアフプルと呼ばれる、伝説上の双子の英雄の4つの側面を表現していると考える。彼らは、神ない仕様であって、研究者の間では、前頭部を露出させた赤い紐と白い鉢巻きでその身分が確認されてきた。図像5と図像7の人物にその頭飾りが見られ、剥落しているために、 頭の部分がわからない図像1と図像3の人物も同じ頭飾りをつけていると考えられている。サターノラはこのような王位を示す頭飾りをつけた人物はモンテアルバンの中央プラザにある建造物 J の周りに並べられた石板にも見られるとする。イサパ石碑25号5本目の生命樹は大幅に欠落してわからないが南側の4本の生命樹にはそれぞれ階調が白く。 吐色された翼を広げて止まっている。サターノラは、この会長について、フンアフプーたち双子の英雄に打ちまかされた会長、ウグブカキシュの古い表現であると考える。よく似た図像は、イサッパ25号石碑に見られる。このイサッパの石碑には、両脇に頭飾りをつけた人物が一人ずつ刻まれ、サンバルトロ聖壁の4番目の生命樹のようにのみを、 つけた中央の生命樹に会長が止まっている様子が刻まれている。サターノラは、この木はポポルブフに登場する大きく球状の実をつけた南西の木ではないかと考える。またこの4人を生贄に注目してみると、漁師や漁師として描かれ、獲物が生命樹の前に三脚の祭壇の上に仰向けに置かれ、煙が出るくらいまで徹底的に焼かれたと伝えられる。図像一の人物は、 巨大な魚を祭壇の上に置いている。魚は海の象徴とされる。図像さんの人物は腰の部分に小動物のようなものを背負っていることから漁師であり大地の象徴である鹿をやはり祭壇の上に仰向きにして捧げている。図像5の人物も2羽の鳥を串刺しにして腰から下げていることから鳥を取る漁師で空の象徴である七面鳥を 祭壇の上に置いて捧げている様子がうかがわれる。図像7の人物は黄色いつぼみのようなものを生命樹の根元に置いて方向の立ち上る様子が他の生贄の血や煙が赤く塗られているように赤く表現されている。この生贄の表現は五古天気候期のドレスデンコデックスの信念についてのページには生命樹が宇宙の四隅に生えている様子を描き、 そのうち三本の生命樹の前には、それぞれ七面鳥、魚、鹿の伝武など、動物の生贄を入れたと思われる器が置かれている場面と対比可能である。東側にある生命樹には、生贄の代わりに航路が置かれている。この航路が、サンバルトロの四つ目の木の前にある方向を放つ花に、着せられるとすると、生命樹の順番などは異なるものの内容的に、告示しており、 おそらく同じ意味合いを表現していると考えられる。つまり、四本の生命樹は、マヤの宇宙間では、世界の四つの方位を指し、本来不規則な形状をしている家や焼き旗などを、含めた社会的に築かれた、空間、存択や国家といったものを秩序とし、混沌であるジャングルと対比させ、直線によって表現された。そして、 このような世界の枠組みは、生贄を捧げることによって維持されると考えられた。この考え方は、アンゲルガルシア・サンブラノの記録にあるように、植民地時代のメソアメリカで、宇宙の司法を定めることや、世界の中心を定めることを表現しようとする行為が、村落を作ろうとする政治的な色彩を持つ意識で行われたという報告にも現れている。また、 4本の生命樹に象徴される権威と宇宙の四隅への支配との結びつきは共同体だけにとどまらず大きな政治的、領域的な範囲にまで及ぶという考え方の一方でマイケルコーなどが指摘するようにユカテクマヤの信念の儀礼が年を背負う神がいるように年ごとに政治的宗教的権威が持ち回られるつまり政治的な権力が一つの共同体から別の 共同体へ移るという意味合いを持っているという面があり、このことから宇宙観が現実の政治と深く結びついていることが伺われる。イサパ石碑2号4つの生命樹の北側に描かれている図像9は、イサパの石碑2号にも見られるように、ウリカの木に降下している会長と実質的に同じであり、ウリカの木に止まる会長が空から高い木の枝に降りて、 聞こえようとしている姿を描いていると考えられる。会長と天の川と思われる図像の下に、アヒルのようなくちばしを持って小さめに描かれた、踊っている図像10の人物がいるが、カール・タウベによると、この人物は、ヤシチランの構築物33号の階段でリーフに、翼を広げて、体に一句の文字をつけた神の姿が、アヒルのくちばしをつけた、一句空もしくは、 風の神を表している文字と共に見られるものと対比可能であるという。このことから、サターノらは、この人物がアステカの風の神、エーエカトルイコールケツアルコアトルの古い姿であると考える。その次の図像は、王の即位に伴う一場面と考えられ、サターノは、P12 と呼ばれたジャガーの毛皮の上に座る王に即位したと思われる人物が、トウモロコシの神である。 P13 によって王がつける宝石を与えられている場面とするが、田ウベはトウモロコシ神が自ら大いに着く姿とする。聖壁の北半分の部分にはトウモロコシ神の生涯を表す三つの場面と神々から地上を支配するように委ねられたことを表現した王の体感式に関する場面が描かれている。トウモロコシ神の生涯を表す三つの場面は順番に、まず図像 p 十五と 図像 P16 によって水の中に膝をついてしゃがんでいる人物の腕に子供の姿であるトウモロコシ神を描いた場面。次に膝をついた人物の右側には大地を表す亀が描かれ亀の体は4つの部分からなる洞窟になっている。亀の洞窟の南側に位置する図像 P17 の人物は雨神着である。中央にいて踊ったり、 ドラムを叩いたりしているトウモロコシ神を挟んで北側の P19 の人物は陸上で水をつかさどる神であるとともに古典期前夜の秘文に見られるように360日を単位とするトゥンを擬人化し全身像で表現しているチャックとトゥンは中央にいるトウモロコシ神に向かってそれぞれ腕を曲げていたり腕を伸ばしていたりしているサターノラは この場面は古典期マヤの創造説話を儀式の際に表そうとした古い形であると考えている。三番目の場面は逆立ちして頭の上に足を伸ばしているトウモロコシ神の姿でトウモロコシ神が腕を伸ばしながら空から降りてくるか空へ飛び立とうとしている姿である。トウモロコシ神の右側に黒く垂直に波打つようにして下がってくる帯がある。サターノラは この帯は水であって、この場面は古典期マヤでいう死を表す表現。彼は水の中に入ったを意味していて、トウモロコシ神の死を表すと考える。類例はパレン家の宮殿の中のある部屋や、五古典気候記のトゥルム構築物16号の壁画に描かれた水の中にいるトウモロコシ神の姿が挙げられるたうべは、このトウモロコシ神の誕生から死に至るまでの場面を、 農業の周期に対応するものと考える。幼いトウモロコシ神が水の中から生まれて成長し、亀の洞窟の中で踊っている。両脇にはチャックとトゥンの神がいる。そして最終的には水の中に入って死ぬ姿が描かれる。性壁の北端部分は保存状態が良く、はしごのついた建物に座っている人物、P22 とはしごに片足をかけて、 王のかぶる頭飾りを捧げようとしている人物、P21 が描かれている。この場面に伴って、マヤ文字のテキストがあり、最後の文字は神か王を示す文字、アハウである。サターノラは、この場面は、神話の一場面ではなく、実際にあった歴史的な出来事を表現していて、二人の人物は、神ではなく人間であって、王位を継承する人物に側近と思われる人物が、 王の衣装を示す場面とする。頭飾りが、ダンバートン・オークスの石板に非常によく似た、頭飾りをつけた人物が見られる。サターノは、サンバルトロの性壁は、千古天気マヤの創造神話と王権について表現しており、南側部分は、王権の擬人化である、アハウの四つの側面が、四方の生命樹と関連づけて表現し、北側の部分は、トウモロコシ神の誕生。 し復活という神話的なサイクルを描きながらも、王権や体幹式にも言及している、とする。田ウベは、王が自らの姿を神々と共に描くことで、王権の正当性を示そうとしたのではないかとする。サターノラは、壁画の多くの場面を、ポポルブフなどを用いて説明しようとするが、実際には、全く同じとは、 言い切れず、非常にわずかな手がかりによる解釈になっているため、異なった解釈を取る研究者もいる。例えばトウモロコシ神の3つの場面について、HEM バラクイースは、今日のメキシコ湾岸に残る神話で、トウモロコシガミがみが、雷陣を従えて、農業ができる条件を作り出したことを述べている、とする。また、北壁の鶴植物の標単の一種、カラバッシュが出てくる場面について、 アール・アケレンは、ピピル人の神話で、若い少年の姿で表される天神たちが、氷炭の木から、彼らの中で最も若い弟であるナナワチンと一緒に生まれたことを表すという。ピピル神話では、ナナワチンは、トウモロコシの山を切り開いて、農業をもたらしたとされる。同時に、カラバッシュについての別の解釈は、カボチャの一種バインゴードを表し、マヤではツ、または、ツイと呼ばれ、 しばしば高知マヤで4人の赤ん坊に取り囲まれている、起源の場所の象徴であって、水和、または、自由和を表し、これは、メキシコ湾岸のどこかであるとする。2000年前の壁画が物語るマヤ創生の神話、ナショナルジオグラフィックビジュアル保存版マヤ文明、密林に花開いた、都市文明の工房、日系ナショナルジオグラフィック社。ありがとうございます。